結果っ早いけどいい子でしょ。お姉さん、すんませんっす。なんだか俺わけわかんねえ感じで。俺を忘れたかかんねえ。このあばれっぷり手がつけられに。妨害殿もしっかりしてくださる。やはり何かがおかしい。 母の言うことも聞けないの。この目が笑っていない冷酷な人間が母だと。<笑>冗談もほどほどにしてもらおう。ちょっともう強気だね。シゲ、冷酷な母でごめんなさいね。みんなはどんな気分かしら。 どうか、お許しを。お叱りは後で受けますよ。失礼。素直に止めてくれる分まだ可愛げがあるわね。これで少しは静かになるかしら。師匠、あなたこんな時だけ本気で戦ってどういうつもり。何か面倒くさそうなのが来た。 とっとと片付けるに限る。私が撃つ。これはあいつのせいです。あいつが俺。確かに冷酷だが、仮にも仲間に対してあんな物言いをするか。しっかりしろ、関内。いくらお前でも敵味方の区別はつくだろう。おっさん、 何してたんだ。なんであんたに切れてたんだ。あなたこそ真の三国無双です。こら、清正、おとなしくしなさい。目のやり場に困る。色仕掛けた。どこまでも卑劣な敵だ。 打って出るしかあるまい。全軍で敵を根絶やしにしろ。そろそろ我らも前に出るぞ。敵軍に属する者は誰一人として生かすな。容赦は無用。敵は全て切れ。ここを奴らの墓場とするのか。 我が目、自我にしては妙に攻撃的だ。この戦、裏に何かありそうだな。シンガさん、どうしちゃったの。私に手を挙げるなんて悲しいよ。俺が、まあいい。お姉さん、発散させると。嘘だ、悪夢だ、あんまりだ。頑張ってるね、立派だよ。 本体を出さぬわけにはいかぬか。敵を総投し、我らの旅力を見せつけよ。仲間に任せよ。いざ、これも流れだ。 皆の手本となるお働き、素晴らしゅうございますね。 死亡を駆使し退ける。この龍玄徳の邪魔はさせぬ。
仕業だった。真相はあっけないものだ。 反撃と参ろう。 するな、バカ。死にたいのか。ほら、リーツネリー、口も態度も悪い子は折感だよ。
申し訳ありませんでした。ですが、いいんですか？暴力的解決は避けていただきたく。あら、素直なのか口が悪いのかわからないわね。可愛げがないわ。三成、どうしてこんなことになったの？我らはただ龍馬を倒すために出陣しただけです。龍馬ちゃん、どうです？この霧が出ると同時に姿を消したのですが、メネ殿たちが集めた情報を整理すると、少し前までこの戦場には龍馬がいたようだけれど、この霧が出た直後に姿を消した。待ち遠しい、花の開くのを待つがごとくだ。相手を務めよ、カン・アンコク。マイル、この長方が相手だ。覚悟決めろよな。あなた方に情けはかけられません。せめて美しく散らせてあげましょう。自然の風景に舞い散る花びらこそ美しい。人の散る様が美しいとは不思議なこと。それでは無事確保。ここに伏兵を仕込めば準備完了と。お役に立てて良かったです。すごく頼もしいです。私がお前の相手だ。その分食べさせてもらう。いい働きをしましたね。私も奮起して応えましょう。そうでしたね。共に勝利を抜きましょう。おお、この苦境に駆けつけてくれたか。お前の働き覚えておくとしよう。許さん。
気は薄いですね。失礼いたします。なんか落としたけど、これ探してたやつじゃん。情けないですわね。誰一人侵入者を止められないだなんて。私がこれでもみんな頑張ったんだよ。ただ相手が元気良すぎちゃってね。行きましょう。よしろ。うちの人のためだもの、頑張ったってとこ見せないとね。ええ、このままでは我が君の立場に触りますわ。この私が簡単に膝をつくとでも。甘く見ないでいただけるかしら。うちの人のために思いっきりいくからね。人妻の迫力怖いにゃ。てか、あれ持ってるのどっちなんだろう。強い子だね。でも残念、私は何にも持ってないよ。すげえ、持ってるのはあっちか。行きます。へえ、あんた意外とやるじゃん。こうなっても仕方ありませんよね。聞かせてもらいます。